札幌市西区、閑静な住宅街に建つスタイリッシュな家。今回はスターウェッジのフラプトをご紹介します。こちら大きな窓から日差しが降り注いで、もう明るくて開放的なリビングですよね。フラプトシリーズのコンセプトってどういうところなんでしょうか？はい、フラプトシリーズはですね、従来スターウェッジではですね、割とゆとりのあるお客様を対象とした注文住宅が中心だったんですが、はい、より幅の広いですね、層のお客様を楽しんでいただけるシリーズを用意しました。若い世代の方々にもご購入いただけるお家ということなんでしょうか？従来のスターウェッジのデザインをですね、楽しんでいただきながら、はい、マンション感覚で、ご購入いただけるように、いろいろセットアップさせていただきました。フラプトシリーズは土地の形状や環境に合わせ、同社のこれまでの豊富な経験から最良と考えるプランを作り上げる提案型住宅です。お求めやすい価格設定ながらも、一級建築士でもある横田社長ご自身で設計を手掛けられ、非常に高いクオリティを実現しています。こちらがダイニングキッチンになります。はい、すごく広いですね。もうなんかリビング並みの広さですね。アイランドキッチンになっていまして、はい、そしてこの色がですね、今若い人に大変人気のですね、抽象柄になっています。高級感ありますね。そうですね、このキッチンのこの収納見てください。はい、たっぷり入りますんで、はい、十分使っていただけるかなと思います。収納がたくさんあるというのはありがたいですよね。はい、広々とした空間でゆったりと家族が過ごす時間を大切にしたいという思いが込められたダイニングキッチン。そしてキッチンの隣には和風の扉で、すごく素敵ですね。あ、広いお部屋になってるんですね。普通のお部屋としてもですね、使えるわけなんですが、はい、洗濯物をここで畳んだりとか、ね、炊事をしながら、このパーテーションになるこの扉をちょっとずらすことによってですね、ここにお子さんをですね、寝かしたりとかすることができます。はい、少しこう和のテイストをですね、入れていくのが最近僕のデザインの特徴になってますね。はい、2階に上がると多目的に使えるフリースペースが、そして十分な広さの寝室と子供部屋、プライバシーを保ちつつ明かりを取り込む高い位置の窓がスタイリッシュさを演出しています。フラプトというのはどういった意味なんでしょうか？フラップ&タイムです。でフラップというのはですね、はい、飛行機のですね、補助翼といいますか、はい、上昇するときに使う羽なんですよね。上昇するような生活、そしてタイムレスというのはこの空間がですね、デザインが時を忘れてほしいという思いを込めてつけた名前なんですよ。今までですね、スターウェッジで培ったですね、デザイン、それから品質、クオリティをですね、新しい、商品をですね、投入していきたいと思ってます。スターウェッジでは今月16日チャリティーコンサートを開催します。詳しくはご覧の通りです。北海道のさまざまな住宅実例が掲載された住まいの提案北海道57号が発売中です。書店、コンビニなどでお求めください。住まいの提案北海道ホームページでは、全国からインスタ映えする住まいの情報を厳選し、夢住ま100選として公開しています。